皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県富士見中学校の塾対象説明会についてのお知らせです。塾対象の説明会なので、中学受験を考えている生徒をお持ちの塾の先生方、そういう人に向けての動画になりますが、保護者の方で中学受験、したいんだけれどどんな内容なのかな、塾対象ではどんな話をするのかなって、そういうことも分かる動画になっています。日時、これは令和4年5月19日の木曜日、受付は10時半からで、説明会自体は11時から11時50分、その後で、校舎見学をすることになっています。事前申し込みが必要になっています。塾の先生方で、ちょっと説明会興味あって出たいんだけれど連絡が来ていないという方は、富士見中学校の方の広報の方に連絡してみてください。そうすれば、参加できると思います。この校舎見学なんですけれど、実際に校舎の施設、体育館とかね、図書室とかそういうところを見学するだけじゃなくて、実際に生徒が授業を受けている様子、これも見学できるようになっています。さて、説明会の内容なんですけれど、まず現在の活動、どんなふうに勉強しているのか、どんな内容で勉強しているのかということと、あと学校の概要について説明があります。そしてメインは令和5年度、次の入試ですね、この入学者選抜について。まず学力検査、富士見中学校は2教科の受験になります。国語と算数です。過去問ももらえますので、その過去問を見ながら、こういう意図でこういう問題が出ています。算数でこういう問題が出るのはこういう理由だからです、こういうことを知りたいからこういう問題を出しています、そういう説明もあります。それから作文ですね。作文は500から600字程度になっていて、説明会では作文のテーマですね、何について書くかというようなテーマについても細かく教えてくれます。そして面接、面接は生徒面接と親子面接があって、それぞれどのような質問をされやすいかというのも教えてくれます。このように塾の説明会、5月19日の木曜日にあるので、興味のある塾の先生はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。今日は静岡県富士見中学校の塾対象説明会についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。